ゆっくりと釣り上げられたガンダムの頭部。大阪・関西万博にバンダイナムコホールディングスが出展するパビリオンの前には実物大のガンダム像が設置され、今日頭と胴体をつなげる工事が行われました。全長17メートルの実物大ガンダム像がついに完成しました。やっぱりすごく大きいですね。アムロ行きます。実物大のガンダム像が片膝をつき腕を伸ばすポーズを取るのは世界で初めてで、人類とともに新たな宇宙時代を切り開く姿を表しているということです。また内部の展示では人類が宇宙で生活する世界観を表現し、未来社会の課題を考えるパビリオンとなる予定です。速報原稿です。明日のポイントは何ですか？この高気圧に注目です。今日の知りたいに全速前進。今入ってきたニュースです。